どうもこんにちは。いや来ちゃいましたね。どこ？これ来ました。北九州市浅川中学校。でここはこの場所は。多分ですよ。まだちょっと確証は得てないんですけれども、はい、石田選手が足腰の鍛錬につなげたんじゃないかという、多分最寄りの公園にあるクロスカントリーコースに来ていると。おお。結構ね見た感じなんかそれっぽくない？最寄りの公園にあるって。すぐ隣もう浅川中あそこなんで。多分この黒缶をちょっと使ってるんじゃないかなと。それっぽいですよね。ぽい。確証ないですよ。確証ないですけど、ね、はい、走ってみますか。ちょっとこう走ってみたいなと、うん、やっぱザワチャンネルといえばクロスカントリー。早速今日の風が風であのノブ自慢の三軸ジンバルでしっかりと行ってみましょうか。飛んでいきたいと思います。レディーゴー。ね、いや、ここっぽいですね。何メートルかな。400はあるよね、絶対ね。400メートルはね。まあ、佐久長聖高校のあのクロスカントリーコースも一周600メートルって言ってるんで、はい、多分これも5、600メートルはもしかしたらあるかもしれない。あ、バレてて。でも多分これを石田康介選手はね、やったんじゃないかなと思いますけれども。登りっていうかね、軽く登りありますし。ちょっとテンション上がってきたんで、これちょっとタイムアタックしてもいいですか。ああ、いいですよ。いいですか。はい、ちょっとタイムアタック一周やってみたいなと。じゃあザーサーダイビングで、はい、よーいスタート。すごい。ダーサの時計何もなったんですね。2分15。大体そうですね。きついね。2分きついね。きついですね。いやー、綺麗な感じですよね。しかもその結構外前だけじゃなくて、ここも結構楽しかったです。はい、ということでですね、これが石田康介選手がジョグでね、しっかりと汗を流したクロスカントリーコースと、まあ、これしっかりと石田選手本人に確認を取りましたので間違いないと。いやでも本当現地に行って思ったんですけれども、浅川中学校本当住宅街の中にあるんですよね。で、まあ、グラウンドもちらっと見させていただいたんですけれども、本当にサッカー部とか野球部とかが練習してたら、これどこ走るんだっていうぐらいのスペースしかないんですよ。本当ね、全然恵まれてるとは言えません、お世辞にもね。だからそういった中でもね、しっかりとまあああいった公園のクロスカントリーコースを利用するとか、もしかしたら近くにねそういった陸上部のグラウンドがあったのかもしれませんけれども、そういった限られたね環境の中で自己研鑽していく、まあ、そういったところにね、石田康介選手、そして浅川中、まあ、あと太田先生のね、教えの真髄というか肝がねあったんじゃないかなと思います。まあ皆さんもですね、浅川中学校の近くに行くことがありましたら、クロスカントリーコース
走ってもらって、ここで、日本記録、中学歴代1位の記録が生まれる元となったんだなということを実感していただければなと思います。今日はこの辺で、ザワチャンネルでした。